Only a small percentage of people that watch my videos are actually subscribed. So if you end up like this video, consider to subscribe. It's free. さあ、地獄の1回戦目でございますけれども、来ました、ね、何も持たずに猫を呼ぶというですね、はい、すごいですね。なんか賞賛ありますか。こう気持ちを伝えればちゃんと伝わるんじゃないのかなと思います。なるほど、だから大丈夫です。自信あります。わかりました。それではですね、1回戦目スタートはい、猫ちゃん、猫ちゃんおいで。いや、こちらでございます。どうぞこちら来てください。お願いします。本当にこちらですよ。猫ちゃんそっち行かないで、こっちだよ。こちらです、こちらです。猫ちゃん、猫ちゃん、あ、どうもどうも。猫ちゃん、猫ちゃんそっちじゃないよ。どうもどうも、こんにちは。猫ちゃん、猫ちゃん、こっちですよ。猫ちゃん、ほら、こっちですよ。猫ちゃん、こっちおいでよ。こっちですよ。ねえ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 、中村ベイって言うんだって。ねえ、2ヶ月だってさ。どうも。波川の音めっちゃ怯えてんだけど。ねえねえ、猫ちゃん、猫ちゃんそっち行くとカメラ映んなくなるよ。大丈夫？いいのか別にな。これ、ちょっと待って。これ引っかかってどっかに行っちゃうもんね。ニャニャおいで、ニャニャおいで。終了。終了じゃねえよ。なんでだよ。終了って。終了って。これからお前すげえ戯れんだよバカ。ほっとけよ。関係ねえんだからよ。ああ。1回戦終わりだって。来た来た。猫ちゃん触りたいな。猫ちゃんはさ、とりあえず2回戦始まるからさ、またちょっとさ、飼い主に抱っこされといて。まあこうなりますよね。そりゃそうだよ。猫気ままなんだもんよ。はい、何も楽しくなかった1回戦が終わりましてですね。じゃあもうすごい時間が流れましたよね。40過ぎておっさんが猫に土下座してるのと猫ちゃん猫ちゃんって呼ぶっていう恐怖映像をご覧いただきましたけども。恐怖映像でした。はい、まあ、続いて2回戦はですね、はい、まあ、アイテムを使っていいよと。少ないじゃん。少ないんだよ。これ4つになっております。あ、なるほど。これ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 、そう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 、これこれこれ。あ、それでいいですか。あ、これこれでいいですもん。はい、じゃあいいですか、それで。いいです、いいです。これだけ。いや、1人1アイテムでしょう、だって。わかりました。これだけね。結果2回戦も怖いわ。わ、もう恐怖映像続きですよ。そうですよ。もういいです。早めに行ってもらっていいですか。だんだん僕もあの辛くなってきた。成川さん、この夏どっか行く予定とか。行かない行かない、早くやろうよ。行かないから。2回戦スタート。はいはい。はい、にゃにゃおいで。にゃ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 。そんなに乱暴にします？ほら、怯えてるから。もういなくなっちゃったじゃん。おいでおいで。あ、来た。ちょっと、これちょっとそんな結構激しくない。猫はですね、ああやってね、隠れたふりをして狙ってんですよ。ある程度の距離を取って今狙おうとしてんです。あの、僕一回も興味持たれてないのがすごい分かるんですよ。興味ありますって。あります。もっとアピールしてください。ペイ様、さん、ペイ様、お友達だよ。ペイ様、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 一回も目が合わないんですけど。ペイ様、ベイ様、終了。え、終了じゃねえよ。これからじゃねえかよ。これから僕があれで遊ぼうと思ったのに。見たかったな。はい、2回戦終了です。辛いな、これ。これすごいですよ。うん。3回戦目でございます。はいはいはい、3回戦目はですね、香り対決ということでございまして。おー、そうですか。一つ香りを選んで、はいはい、その匂いに引き付けられてきたところをゲットしようということなんでございます。すごいんですよ、匂いが。すげえ匂いすんね。うん、半端ねえ匂いすんですよ。食べさせちゃダメなんですよ。匂いだけでってことですもんね。その通りです。これキウイがあるんだけど、キウイってなんでキウイがあるのかっていうと、あ、またたびかなんじゃないかっていう。へえ。じゃあせーので指さす、どれがいいか。これ勝ちに行かなきゃいけないんですよね。そうだよ、これも最後の勝負だから、はい、せーの、これ。え、なんで。僕も実家が猫飼ってたんで、うん、知ってるんですけど、またたびの猫さんの執着がすごいんですよ。確かに、またたびをうちの猫にあげたことがあるんだけど。はいはい、どうでした。ほんとびっくりするぐらいにゃーんってなっちゃうから、それ以来怖くてあげてないのね。だけど、あの同業者の声優の杉田智和は常にまたたびを持ち歩いていて、野良猫を見つけると、ほらほら、だってもうで、にゃーんってなってるの見て、お、兄さん見てくださいっていう。怖い、怖いよ、怖いよ、怖いよ、もう。悪意はないんだよ、うん、猫好きってだけなんですよ。じゃあ、なので、だからそれぐらいを虜にするってことで、僕はこれ。いや、どう考えたってシーチキン好きだろ。いや、シーチキン好きだけど、強すぎますって、匂いが。まあ、子猫だもんな。子猫ですもん。とりあえずやってみっか。やってみましょう。はい、それでは3回戦用意スタート。猫ちゃん、おいでよ。おいで。うん、猫ちゃん、
猫ちゃんさ、匂いするじゃん、こっち。ねえねえねえ。猫ちゃん、おいでよ。来たー、ゲットだぜー、イエーイ。上にあげないんで、全面でってね。全面でってあげないんで、ほら、周りでパチパチしてうるさかったね。大きい音嫌いだもんな。よし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 。もうこれ、来る気配なかったじゃないですか、今。何なんすか、キウイって。また旅かって何なんすか。わかんない。いや、嬉しそうな顔してあんなに毒入ってたのに、さっきまで。はい、ということで、勝利は神谷くんでーす。